向に準備を進める気がありません。今日に限らずいつも足を踏む結び始めました。みんな足ほぼなく遅くもするんですが、エクさんだけが一緒に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 最後に登場しましたが、バッシュを忘れました。これ2回目じゃないですか。何かの時もオリンピックの時もなかったっけ。あったっけ。バッシュ忘れて何かの時も、まあ、よくあるってことです。頼みますよ。で見てみたら、あくびしてる、あくびしてる。気づきますよ。ちなみにあと30分で練習を始まる。あくびしてるとこ見とって。脳に酸素が回ってるからしょうがない。これはしょうがない。試合を重ねるごとであったりだとか、練習の一日一日を重ねるごとにすごく、チームがやろうとしていることがみんな理解して、でき始めてますし、いい調子で来れてると思います。スタンダードを非常に高いなというふうに思っています。でそのスタンダードの高さに、チームはこう導かれて目標をしっかり持って活動できているんじゃないかなというふうに思います。そうですね、本当に若い選手たくさんいますけど、どの選手もすごくいい能力を持ってますし、うまくいかなくてもやっぱりやろうとする気持ちがやっぱ自分たちにもすごく伝わってくるので、私もそうですけど、チームみんながそれに引っ張られるような刺激を受けながらできているので、若い選手がもっともっと自分たちの力を発揮できるような、雰囲気を作るのも自分たち、年上の選手の仕事だと思うので、そこはすごくお互いいい刺激をもらってるんじゃないかなと思います。Yuzuma, lovely feed through, and Takata with the finish. That is a beautiful pass. うまくいってる時もそうですけど、やっぱうまくいかない時こそ、もうちょっとこうした方がいいよね、ああした方がいいよねっていうのが、日を経つごとに選手間での声っていうのが増えてきているので、そういった声がなかなか、まあ、最初の方は難しかったんですけど、それがだんだんできてきているので、そういった意味ではすごくコミュニケーションが取れて、そういった意味のコミュニケーションが取れているかなと思います。今までと違った、チームではありますけど、日本らしい速いバスケットをなおかつ、シュートをどんどん積極的に狙っていく自分たちの姿を見ていただきたいなと思いますし、ディフェンスに関してはすごくタフになると思うので、自分たちよりも大きくてフィジカルの強い、相手になってくるので、そういった意味でチームワークを発揮している姿をぜひ、見せたいなと思うので、たくさんのご声援よろしくお願いします。